バンラール八戸今週の選手のインタビューです。背番号9番吉川翔吾選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。はい、このインタビューは8月24日木曜日の練習後です。今週は約1ヶ月ぶりのホーム戦がダイハツスタジアムで行われ、 FC マリアス岡崎と対戦します。今日は練習お疲れ様でした。お疲れ様です。八戸は今週また暑さが戻ってきてしまいまして、はい、今日や今週の練習はいかがですか。いや、やっぱきつかったですね。やっぱ暑くなってきて、まあでも前ちょっと前は涼しかったんで、逆に試合の時暑くて、うん、あそれがきつかったのはありましたね、はい、うん。お盆とかもう、はい、何もう秋みたいな感じでしたもんね。夏終わったのかなと思ったんですけど。練習はでもしやすかったですか。練習はしやすかったです。うん、はい、で市外行ったら、はい、暑かった。暑かったですね。だから33度ぐらいだったらしいですけど、うん、まあ、それはちょっと不安でしたね。やっぱ練習してる時にこっちで寒かったんで、やっぱりまあ例えば浦安もすごい暑かったでしょうし、はい、こっちで練習してて関東関西とかの試合って、まあそれを多分みんな言い訳にはしないと思うんですけど、はい、やっぱりでも答えますか。まあ多少答える部分はあるんですけど、まあそれはもうしょうがないんで、うん、割り切ってやるしかないですね。うん、チームの雰囲気はどうですか今週は。いや、いいと思います。お、はい、まあ、まあ引き分けちゃったんですけど、うん、もうプラスの方向に考えて、まあ、この暑さの中でよくやったっていうプラスの方に考えて次に向けてやってますね。はい、はい、まあ、その滋賀戦までは、まあ、7月30日に本田戦が終わって、はい、で、まあ、すぐまた名古屋に行って、グランパス戦があって、はい、で、まあ、トレーニングマッチとかもありましたけども、ブレイク期間だったんですが、このこう中断期間とかでこうチームはこうどんなことを取り組んでたんですか。あ、もう一回やっぱちょっとフィジカルの部分でちょっと落ちている部分があったんで、うん、まあ、そこで一回上げようってなって、はい、ちょっと上げてましたね、その心肺機能とかを。あ、はい、ってことは、まあ、きついきついですよ。走るメニューですか。まあ、そういうのもあったし、まあ、そういうのやりながらボール使ってちょっと走るようなやつとか、はい、そんな感じでしたね。どうですか、そのブレーク期間で改めてフィジカル面を上げた効果っていうのは。あ、やっぱ上げといてよかったなと思いますね。お、やっぱ上げてなかったらあの滋賀戦がもっときついものになっただろうなと思います。あ、さらに、はい、そうだったんですね。はい、分かりました。滋賀戦、まあ、0対0、はい、勝ち点1を獲得でした。はい、ちょっと前半途中で交代してしまったの で、はい、大丈夫かなと思ったんですが、はい、まあ、最初あ、やっちまったかなと思ったんですけどこれやっちまったかな。そんなあのクールポコじゃないんですか。でも接触ですか。いや、あのなんか相手がファールで倒されて、その相手が自分の足に乗っかってきちゃって、なんかよく分かんないところで、だからみんな周りの人もどこで怪我したんだって分かってなかったですね。監督も、監督がギリ目の前だったんでちょっと気づいてたから、はいはい、多分、はい、でもそんなに試合の時とその日と次の日の朝ぐらいまでずっとめっちゃ痛かったですけど、うん、もうアイシングしまくって、はい、夜の夜中までしたら急激に回復しました。さすが。今日練習は出てる。今日出ました。うわ、はい、すぐ、まあ、最後はフリートレーニングとかやんなかったですけど、うん、そこまでは全部やりました。よかったですね。よかったです。うん、ここからもう終盤戦ですもんね。はい、怪我とかには強い方ですか。いや、強い方です、ね、なんか去年からそんな怪我でっていう感じじゃないですもんね。はい、そかそか、はい。今シーズンここまで吉川選手は16試合に出場していまして、はいはい、特に今シーズンは左サイドでの、まあ、サイドハーフのポジションもすごく多くて、はい、まあ、山崎選手がちょっと休んでる間にこう左で出たり、はい、あとはこの間スタメンでまた出たりという感じですが、このサイドのポジションって自分でやってて、はい、そのしなければいけないこと、求められる役割ってどんなものですか。まずはもう絶対に上下動では、まあ、相手に絶対曲げてはいけないんで、うん、まあ、多分一番縦と後ろの動きが一番
あるポジションだと思うんで、まあ、運動量ですかね、まずは、うん、走る距離も長いですね、まあ、みんな長いんですけど、まあ、縦と後ろなんでシャトルランみたいな感じで帰って行って帰ってもひたすら繰り返せないと、うん、慣れましたか、このポジションは。慣れました。最初はやっぱちょっときつかったですけど、うん、なんか普通の基準がちょっと変わりましたね、走るまあでもそれは監督に厳しく鍛えていただいた効果もありますか。はい、あります。まあ攻め守りどちらでも重要なポジションだと思いますけど、はい、その心がけてることを教えてもらえますか。まあ心がけてることは、まあ、まずは守備をしっかりやって、うん、まあ、攻撃は思い切りっていうのを一応意識はしています、うん、はい、細かいことは特にその試合でいろいろ違うことを意識したりしながらやってます、はい、でも守備と攻撃の切り替えが大変そうですね。そうですね、まだそのちょっと予測が自分苦手な部分があるんで、うん、そこをこれから上げていけたらなと思いますね。うん、相手チームでもそういうマッチアップする選手がすごい速い選手だったりしたら、はい、もうちょっとやっぱちょっと間開けとかないとやられたりするんで、選手によってちょっと変えたり、はい、距離感をしながらやってます、うん、今は。監督からはどうですか、どんなアドバイスもらってますか。いや、もうやっぱオフェンスとかでなんかしょうもないプレーとかするとおー、ギリギリだわみたいなそういう感じですね特に左サイドですから監督すぐ近いですよね、はい、そうですね、まあ、どっちにしても変な消極的なプレーとかしたらもうめちゃめちゃやっぱ言われますね。その分やって合ってるっていうか、まあ、良かった時はもうすごい言ってくれるんで褒めたりだからありがたいです、なんか分かりやすいっていうか、はい、じゃあチャレンジして、まあ、ボール取られたりとかっていうことに関してはそんな、はい、そんな言われないですね。逆にチャレンジの試合で下げたり簡単にしたらもう言われます近いからすぐ声が飛んでくるでしょう、はい、そうか、分かります。チームメイトからはどうですか。チームメイトの人も、はい、同じような感じですかね。同じです。はい、分かりました。はい、まあ、どうでしょう、ここまで自分のプレー、まあ、シーズン3分の2、はい、終わったわけですけど振り返ってどうですか。やっぱ一つ一つちょっとずつ積み重ねてこれたかなと思いますね、その自分の個人としての成長として。おだこれをちゃんと続けてもっともっと上手くなっていけたらな、それは多分最終的にチームの優勝とかにつながってくるのかなと、はい、思ってますね。まあ、20試合のうちの16試合出場ですから充実もしてますか。はい、そうですね、やっぱ試合出てるのは本当に幸せっていうか、うん、一番サッカー選手としていいことなんで、まあ、これからしっかり全部フル出場できるぐらい、はい、ちゃんとやっていけたらなと思います。うん、まあ、山崎選手もね戻ってきましたから負けられないですね。はい、はい、さて、レギュラーシーズン残り10試合、はい、早いですね。ホーム戦はそのうち6試合で、はい、今週日曜日には FC マリアス岡崎戦、はい、はい、今週の試合に向けてお願いできますか。はい、今週の試合もう多分厳しい戦いにはなると思うんで、まあ、どこが相手でもそうですね。どこが相手も、はい、しかも、まあ、もうこれから全部の試合全て大事な試合になるし、うん、もう一戦一戦しっかり目の前の勝利にだけ目を向けて、うん、はい、やっていかないとなと思ってます。うん、まあ、こうやって吉川選手に試合後に、まあ、活躍してコメントとか伺うことはありましたけれど、はい、まあ、こうして実際お話を伺うのは初めてですが、はい、まあ、大スターできて、はい、まあ、スタンドの距離近くなりまして、はい、はい、たくさんの市民サポートの方もたくさん来てくださってますが、はい、大スタでプレーしてみてどうですか。はい、やっぱサポーターの人とかあと応援しに来てくれる人とかの熱をすごい感じるし、近くにいる分、はい、いつもヘリでいつもいつも応援してくれてる人がいっぱいいるんで、うん、本当に頑張らないとなって心からいつも思います、うん、試合入るたびに。
本当にあの吉川選手ドリブル持ってこう切り込んでいって、はい、でこう切り返して中に行った瞬間のスタンドってすごいですよ、はい、あ、そうですか、わーみたいないや、もっともっと沸かせられるように、うん、頑張らないとなと思います。わかりました、はい。ちょっとサッカーとお話は変わりますけれども、はい、吉川選手現在のお勤め先、はい、どちらですか。環境技術さんです。はい、はい、そちらにお勤めなのは吉川選手と、あとは、あとは谷尾さん、谷尾選手です。はい、ですか、お仕事の方は。あ、まあ、普通にみんな上司の人とかもみんな優しく接してくれたり、サッカーのこととかちょっと気にかけてくれたりして、はい、うん、すごく働きやすい環境だなと思います。お、応援してくださってますか、職場、はい、の方も、はい、すごいサッカーのこととか気にかけてくれたりするんで、うん、すごくありがたいなと思います。はい、あれ、谷尾選手と吉川選手は年いくつぐらい違うんでしたっけ。うん、3つですかね。3つか、はい、あ、そんなに違うんですね。はい、職場での谷尾選手ってどんな感じなんですか。いや、もう変わんないですね。マジか。同じです。その職場の部署も同じ。同じです。あ、じゃあ、はい、練習も一緒で。練習も一緒で一緒に仕事を行って、はい、帰るのも一緒ですかね。お、はい、あれ、でも環境技術さんに勤めたのも吉川選手の方が先ですよね。先です。仕事では、職場ではじゃあ先輩なんですね。一応先輩なんですけど、はい、まあ、あんま関係ないですね。そうです、はい、階級とかも役職とかも、まあ、一応役職とかあんまなくて、自分たちは、はい、その本当できることが少ないんで、うん、ただその雑用的な、雑用ではないけど、うん、いろいろ他の人ができないような場所を手伝ったりとか、はい、そういうことしてます。なるほど、わかりました。あ、これも聞きましょう。八戸暮らし2年目ですけど、はい、もう慣れたでしょう、八戸。もう慣れました、うん、はい、よく行くとことかはありますか。よく行くとこですか。はい、ほとんどもうご飯食べに行くときぐらいしか出ないんですけど。いいじゃないですか。あの、家の近くにある中華料理屋さんとか、はい、名前も言っても大丈夫です。あ、ですね、はい、チンシャン、はいはいはい、上がります。あそことかよく出没します。自炊とかしないですか。去年まではしたんですけど、今年からなんかあのお昼ご飯を、あ、そうです、ね、おばちゃんたちが作ってくれるようになったんで。おばちゃん、お姉さんたちですか、ね、あ、お姉さんたちが作ってくれる、はい、お姉様たちが、はい、いや、それで助かってますね。あ、夜もそのまま帰り温泉入って食べに行ってって感じですね。うん、はい、やはり練習終わってその場所で手作りのご飯いただけるって大きいですね。本当にありがたいですね。もう全然違います、やっぱ。今日何でした。今日はあのサバかな、あれは、サバとハムと、あとなんだっけ、あとオレンジとか、あと色々、うん、なんか、はい、いいですね。魚とか果物もちゃんと入ってて、はい、はい、本当に。わかりました。はい、ホーム戦は残り6試合ということで、はい、観客動員数の面でも、はい、はい、本当にもう一番一番が大勝負になってくるわけですので、はい、ぜひ、今週の試合の意気込みも含めて、サポーターの方、ラジオ聴きの八戸市民の皆さんに、はい、バンラーレ八戸チームを代表して、はい、石川選手から熱い熱い熱いメッセージを熱い、お願いいたします。まず次の試合は本当に、次の試合も本当に大事になってくると思うので、はい、まあ、選手としてはもう本当に死ぬ気で、うん、死ぬ気で戦おうと思ってます。その勝つためには、あの、いろんな人のサポートとかも本当に必要になってくるので、まあ、いつも本当に熱い応援を受けてるんですけど、いつもと同じまた熱い応援をお願いします。はい、やりました。はい、じゃあ今週もいいお天気になりそうなので、はい、はい、素晴らしいプレーで沸かせていただきたいと思います。はい、じゃあ怪我大事に至らなかったのは何よりですが、でも気をつけてくださいね。はい、気をつけます。
バンラーラーチの部9番吉川翔吾選手に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。